どうもミュージカルチャンネルでございます。今日はですね、よくわかる参拝シリーズということで、まずどこのパワースポットに行ったらいいのかというお話をしたいと思います。今ね、もう御朱印ブームとかでいろんなとこ行かれてると思います。ここがいいなとか、あそこいいなとかあると思うんですが、まず行くべきところというのが2箇所あります。そのお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてこのミスティカルチャンネルでは、こういったパワースポットや参拝のお話もしますし、そして都市伝説や予言といったお話もします。さらにはスピリチュアルと言われるお話もしますので、ぜひですね、他の動画も見ていただいて、いいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントなんかもよろしくお願いいたします。まず行くべきパワースポット、神社ですね。それは自分の住んでいる場所から一番近いところにいる神様、氏神さんに行ってください。神社の神様というのはその土地を守るという役割も担ってくれてますんで、そこにまず行くべきなんです。近くの神社がよくわからないという方は、神社本庁というところに連絡するか、それか近所の人に聞いてもらったらすぐわかると思います。やはり氏子さんというのがいますんでね。ただですね、これは人間が決めたことです。神様的に言うと、自分の家から近いところの神様はみんな面倒見てくれるわけなんですよ。ですからどこに行っても神様は、しっかりと守ってくれます。で、一応僕なんかはもう年の初めにですね、自分の家から全方向の神社お寺に行きます。まあ僕の真似はしなくていいですけどね。まあこの話はまた後々していきたいと思います。さあ、そして2つ目の産砂の神社なんですけれども、自分がちっちゃい頃から育ったところではないんですね。自分がおぎゃーと産声を上げた病院なり産婦人科なりね、そういったところの近くの神社、ここが産砂の神さんになります。そこへ行ってください。で、僕もね、数年前まで間違ってたんですよ。で、ずっと行ってたところは、ただ生まれ育ったところの氏神さんなんで、産砂の神社ではなかったんですね。で、それを後から知って、あ、じゃあここになると調べましてね。そしてそこで、参拝に行ったんですね。じゃあそこの神様を見るとですね、僕今までこう引っ越したところ、ほとんどその神様がちゃんといたんですよ。それにですね、ちょっと鳥肌が立ってですね、まあ、やっぱりちゃんとお世話してもらってたんだなと。まあこれは偶然という人もいるかもしれませんが、自分ではそう思いました。で、皆さんもそういうことあると思います。ただちょっとよくわからない、なかったという方もいるかもしれませんが、そういう方は逆に言うと、これ参拝行くと開運するチャンスでもあるわけなんですね。できればですね、この場所は最低でも年に1回ぐらいはね、行っていただいたら非常にご利益があるかなと思います。やはりそういうところに行ってから他のいい神社などに行くとですね、やっぱりこう神様がつないでくれるらしいですよ。やはり点が線になってね、よりご利益があるということになります。皆さんもぜひ行ってみてください。そして今回はお寺ということで、これ神社とは全然違うということです。やはり仏教でございます。さまざまな宗派があるんですね。だから神社のように自分の家の近くのお寺に行ったらいいわというわけではないんですよ。昔からですね、お寺には檀家制度というのがあります。そういうところはですね、家の家族が亡くなった時にお世話してもらうお寺なわけなんですね。菩提寺というんですけれども、例えば浄土真宗であったり浄土宗であったり、そういうところが多いんですね。そういうお寺に行きますと、例えば浄土真宗のお寺で阿弥陀如来さんがいらっしゃるだけで、あとはお墓ばっかりと、そういうことになります。で、こういうところは参拝には向かないところなんですね。阿弥陀如来さんというのは亡くなられた霊を西方極楽浄土へ連れてってくれる仏さんなんですよ。だからあまり僕らは関係ないわけなんですよ。だからまず行くべきお寺ではないということですね。じゃあどこに行ったらいいのということなんですが、それはですね、皆さんの生まれた都市、干支ですね。これが関係あります。こちらをご覧ください。はい。この干支によってですね、守護本尊という仏さんがいらっしゃるんです。これは全員に守護本尊がいるということです。だから僕の場合はですね、まあ見てもらったらわかるんですが、ネズミ年ですから、千手観音菩薩さんなんです。だから、まずは千手観音菩薩さんがいらっしゃるお寺に行くのが一番いいということなんですね。で、皆さんの守護本尊を、これも一目でわかりますから、見ていただいて、その守護本尊さんがいらっしゃるお寺に行く。
これがまず最初にやるべきことだと思います。でそこのお寺のご本尊さんでなくてもですね、まあ、例えば観音堂があるとかね、不動堂があるとか、ちゃんとその仏さんがいらっしゃるところなら大丈夫です。さあ、そしてもう一つです。その年の干支の守護本尊さんのお寺も行ってください。で、今年2020年というのはネズミ年ですから、千手観音さんの年、僕年男なんで、まあ簡単に言うと1箇所でいいわけなんですよ。で、ネズミ年以外の方は2箇所行くといいですよと。千手観音さんのお寺、そして自分の守護本尊さんのお寺に行くと、こういうことになります。例えば去年だったら阿弥陀如来さんの年でしたから、僕は阿弥陀如来さんのいるお寺、そして千手観音さんのいるお寺というところに行っております。皆さんもまずはそういう基準でお寺を選んでいくと開運につながるということになります。ぜひ行ってみてください。そして次回はですね、神社お寺のマナーについてお話をしたいと思います。で、参拝動画は前にも上げてるんですが、より詳しくお話ししますんでお楽しみに。ということで、神社もお寺もミスティカルやんな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう。